ペロシ下院議長の台湾訪問を受け、中国側は猛反発し、台湾周辺で重要軍事演習を行うとしています。中国外務省はペロシ下院議長の台湾到着直後に声明を出し、中国の主権と領土の完全性を著しく損ない、台湾海峡の平和と安定を深刻に破壊したと批判しました。その上でアメリカ側に対し、厳正な交渉と強烈な抗議を行ったと明らかにしました。また中国国防省も一連の軍事作戦を開始して対抗するという声明を出しました。これに合わせて中国軍は昨日夜に台湾周辺でミサイルを含む実弾射撃訓練を開始し、4日から7日にかけては台湾を取り囲むような海と空の複数のエリアで重要軍事演習を行うとしています。